はい。えー、ちょっと一つ気になることがあったんで、これだけお話ししときたいなと思います。あの、割と、この、娘さん、要するに、松本さんの娘さんのことを考えてください。そんなことしてると、娘さんが格好に行けなくなるとかっていう風なことを言ってくる人がいるんだけど、これ大間違いなんですよね。まず、そのことをどうこう言うなら、あなたがそういうことをコメントしない方がまずいいっていうことで、誰もここで、あの、 娘さんのことなんて言っている人はいないんですよね。ただ、う、うん、枕として、奥さん、子供もいるのにっていうことを、言うことはあります。それは誰でも一緒なんで、娘さんがどうとかこうとかなんて言ってないわけですよ。ただ、まあ、そういう考えがあるとしてでも、 それを、そういう風になって、話題になって、学校が行けなくなる、どうじゃらこうじゃらって言うかもしれませんが、実はこれってそれは違ってて、これは松本さん自身に責任があるとしか言いようがないです。ご本人の、行ってきたことが、ここに形が出てるんで、で、もしそれが、ご自身が指摘されてることが全く違うなら、違うと言えばいいだけの話で。はい。その結果、お子さんの、 ことがどうこうなるっていうことは、ご本人の責任。私ちょっと厳しいかもしれませんが、それは、あのー、信念を持って言えますね。じゃあ、松本人志の子供ということで、いい目は散々あってるわけですね。普通のお子さんとは違う待遇、普通の子たちとは違う経験、ね。そういうことをしていて、こうなったからかわいそうっていうのは、もう、該当しないんです。はい。もしそれが嫌なら、お子さんが生まれた時に、 改めるべきだったんです。理由はどうであれ。はい。で、全力で守るのが父親の、今こうなってるなら守るのが父親の役目で、こういう状況でも、これはこうだよ、こういう風だよ、こういう風にしようって言ってやるのが父親です。なので、こうなったからどうこうだったら今までの芸能界や政治家の息子さん、娘さんたちはどうだったんだ。だからここで松本人志という神がかったフィルターがかかってるっていうだけの話なんで。 なんで私がそれを強く言うかっていうと、元暴力団の組長とか暴力団員の子たち、人たちでも子供はいるんですよ。子供作っちゃいけないってことはないですよね。で、やめてもなおかつ、離婚して、会わないようにして、学校行ってるところも名前も変えて、住む住所も変えて、就職するときなの一年に一回しか会わなくて、数年ぶりに会ったのが、 ご本人の親の葬式、娘さん、子供さんから見たら、おばあさんの葬式の時に会って、それも席も離れて、そういうことまでしているんですよ。で、もうもうやめているんですよ。でも、どこでその父親とのこの子供たちの関係性上がバレたら、就職できないだろうっていうことまで懸念してそういうことやってることはいいんですかねそれは。だって、現にもう、犯罪行為も何十年もやってない、いつまでももっと暴力団っていう形で、 えー、銀行口座が作れなかったり、何かそういう会社をやってても入札ができなかったりっていうことがあるわけで、それが自分のことならいいけども、娘や息子にかかったらいけないって言って、そうやって隠れるようにして、えー、生活してるっていうことは知らないですよね。じゃあ、松本さんは犯罪者じゃない。ね、暴力団とは関係ない。 暴力なんていうこと自体をやっていることが違法行為じゃないですよ。この人たちなんて犯罪はしてないんですよ。刑務所も行ってないんですよ。それでもそうなってるんですよ。で、それは自分のせいだろ。だから芸人になるから自分のせいだろ。吉本工業に所属しているからそうだろっていうことは同じなんですよね。私に言わしたら何が違いますで、結果、やった内容が、ね、喧嘩とか。 酒の席でならいいけど、女性を相手にした問題行為ですよね。でも、ここに対して、それがあるならば、それがあるなら自分のことだけ考えずに、奥さん子供のことが頭にあるなら、自分が辛かろうが恥をかこうが苦しい思いをしてでも弁明するべきであったりですよね。となると、あ、自分のことしか考えてないのね。っていうふうに言われても仕方がない。うん。 だけども、ここに来て、ね、そういう言い方をしたら身も蓋もないんですけど、一番辛いのは、私は浜田さんだと思いますよ。子供の頃からの友達で、ここまで長くやってきて、そりゃいろいろ人間関係はあったと思いますよ、そりゃ。ね、でも普通、そこまで一緒にとか、ね、できないですよ。それは信頼関係があって友達だからっていうのがあるから、でも友達の窮地にた、こうなっても、 何にもできないです。そして後輩の人たちも、ひょっとしたら俺たちも、こうなって、ああなって、もっと怖いのは、吉本工業の社長以下、マネージャーをやっていた人たちが、過去にそういう宴席に呼ばれているか、いか、いないかっていうことです。そういうことに参加したことが一度もないのかっていうことです。私はあると思いますね。知らないは通らないですね。 ここの時が、ここが蓋が開いたら、吉本工業自体がなくなることはないと思いますけど、今の執行部は全部首が変わると思いますよ。もう、今の若手の人たち優秀な、そうじゃない、吉本工業がクリーンになってからの人たちは、そのやり方がおかしいと思ってるはずなんです。新助さんの時のよにもそうだったですよね。そういう何かおかしなものが、だったらもうここは一気にクリーンにしよう。一旦は、数字が下がったり、テレビの露出が変わるかもしれないけど、 スポンサーの意向、社会の意向、クリーンな会社にするためには、ここは一掃するべきだっていう方向が動けば、全部なくなる可能性もあります。っていうのは、もう、世間、社会、その流れ、そういう方向に行ってるんで。ヤクザが一掃されて、もう駆逐されたように、芸人の世界も変わるんじゃないかな。だって元は一緒なんですよ。吉本興業とか、芸、芸事っていうのは。演歌の世界も、 演芸の世界も、まあ、落語とか、えー、歌舞伎とはちょっと違うと思います。ちょっと縁遠いと思います。っていうのは形ができてるんで、だから、お花とか、えー、花道とか、茶道とか、そこで私は関係性があるっていうふうには、あまり聞いたことはないです。っていうのはそこは、だって、もう親分子分がきっちり決まってるんで、えー、そこっていうのは、横の対等の付き合いはあるかもしれないけど、暴力団とかヤクザが介入することはないんですよね。 でも、まあ、プロレス、工業と言われるものに関しては、やっぱりそこの頂点に暴力団、ヤクザが君臨してるのは間違いない。そうじゃないと地元でできない、しきれないっていうことが背景にあったっていうことです。なので、もとはそこ一緒なんですよね。だから、音楽の流しも、えー、それから一座の旅芸人だったり、それこそサーカスだったり、お祭りの見せ物だったり、やっぱりそれは、 敵屋系、幕府系っていうところがそれぞれその土地土地で、えー、仕切ってた。で、本来は地元のものであったものが広域化、暴力団が、まあはっきり言います。山口組が広域化したことによって、その、えー、関西地域の工業は全国に打って出れることになったっていうことなんです。これはもう間違いもない事実なんです。はい。ね。そういう流れがあって吉本工業が東京に進出しているわけですから、 違うって言ったってそれは事実なんですもんね。うん。そういったことがあってのことなんで、やっぱり組織形態は、やっぱりそこからがなかなか縁が切れてなかったっていうのがあって、クリーンにしたけども、内容とか統制とか、そういうやり方はそれを踏襲していたっていうふうに思っても仕方ないですね。えー、情能システムだとか、ゼゲンシステムなんて、そういうこと。なんか、セックス情能なんてヤクザだって、ゼゲンシステムなんてヤクザだってやれませんよ。 税源とかそういうような女を売り買いどうこうっていうようなことをは確かにしてるなりわいの人があるけど暴力団自体がやらないです。薬剤自体がそこを面倒見るかどうこうするだけの話で組だが経営するってことはあんまりないですよね。うん。じゃあまあ一つここでこういう言い方を本当に私がするのは良くないですけどじゃあこの擁護する人たちの 中で、こういう言い方する人たちがいるわけですね。女の方もわら悪いと。ね。うん。じゃあ、その言い方で行くと、こうです。じゃあ、代弁すると。そんなもん、そんなとこほいほいついてくるやんなのがパンスケと一緒だろそんなもんって。うん。そんなもんがどうなってていいんだ。で、いや、やってる男よ、そいつらなんか売り飛ばしてもどうでもいいんだよ。ね。好きで来てんだから。ね。自分がいい美味しい思いしたいんだろって。思って、 ているかもしれませんが、今はそれを口に出しても、そういう考え方をしちゃいけなくなったっていうことです。ね。それは改めよということです。ね。それが言いたいんでしょうん。こんな女らなんて、そんなもんだ。黙らしとけいいんだ。でしょそれが本音でしょ でも、それはダメだよって、その子たちにも一つ、一人ずつ、どうであろうが、どんな生まれ育ちで、どんな身なりで、どういう風だろうが、一人ずつの人間が、人間性があって、きちんとそこを大事にしなきゃいけない時代になったよっていうことを、わからなきゃいけないよ、おじさんたちって話なんですよ。ね。そんな存在な扱いをしたら、大変なことになるよ、大変なことになったよね、松本さんということです。 これが本音でしょ男の人の。うん。この言葉を出すか出さないかって思ったんだけど、あまりにも言ってくるそういうことでしょ違うのかなだからこれ、こうですよ。本来は、私がそっち側行ってて違うよ、太郎って言ってるのを、どうも違うくて、だから本音を言ったらこうでしょ私だってそんな考え方ありましたよ、昔は。でも、やっていくうちに自分たちの首が締まって、自分たちが胸を張ってたことが腫れなくなって、 金も入らない。周りからは疎まれる。社会から拒絶する。組織維持もできない。そうなっていくと、これは勘ぞ。だから、今、吉本工業、松本さんがそうなってるってことじゃないですか。いや、フジテレビなんて俺の言うこと聞くだろうって。俺出るからって言ったらバチン。ね、スポンサーからはダメ。今まで松本さん、これ、やいやいや、俺はこういうことやりたかないから。うん、いや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 、もうちょっとこれはいいわ。って言ってたのが、 出してほしい、応援してくれって言っても、飛ばん。ね。なぜ、これ今までのそういうようなことを、多分おそらくしんすけさんなんかとお話ししてアドバイスいただいてると思うんですよ。でも、どうにもならんよっていうことだと思います。うん。もしやるなら独自で何かやっていくしかないんだけど、ここが、もう、ジャニーズの鉄を踏むなって言ってるのは、 そうなったからって言って、木村拓さん、さんが YouTube でも宿泊してるのと同時で、他の人たちも営業がうまくいってないのと一緒で、こんな簡単じゃねえよっていう話なんですこんな簡単じゃねえよっていう話なんです。やっぱり吉本工業、ジャニーズっていう看板も,もう絶大なんで、本当に山口組の大門ぐらいなんで、<laughs> はい。ねそういうことなんですよ。ねそれが分かっていただけないかなっていうお話です。以上です。はい、なんと。 チャンネル登録、よろしくお願いしますって言いながら、もう6万人。だから、5000人ぐらいになっちゃったんですよ。ここの1週間、2週間で言うもんですね。チャンネル登録お願いします。まだね、これ皆さん、バン見てください。ね。こんな風ですよ。チャンネル登録してない人がほとんどなんですよ。このサブチャンネル。ね。だからまだまだ、まだまだ伸びしろがあるぞ。まだまだいけるぞ。ね。見てください。ね。チャンネル登録、 未登録が71.8%ね。チャンネル登録済みが28%っていうことは、まだ伸びる。ね。皆さんお忘れじゃないですかチャンネル登録してください。ただなんで、無料なんで、よろしくお願いいたします。以上です。